のショートヨネルサマー。はい、今週も始まりました、菊池夏のショートエンデレスサマーのお時間でございます。皆さんどのようにお過ごしだったでしょうか。2月に入りましたね。なんかこう、一説によると2月の、まあ3日とかまでが、とかまでというか3日までが、一応1年とされてたりするらしいですよ。豆まきとかするじゃないですか。まああれが、まあ、新年じゃないですけど、まあなんかその、まあ、そういう風な考え方もあるというのを、私はすごくその考え方が好きで、まあなぜならこのお正月とかにできなかったこととか、まああるじゃないですか。まあ、例えば私まあお正月に思いっきり風邪ひいてしまったんですけど。もう正月早々風邪ひいて、もう何なの今年、もうほんとやだわって思う気持ちが、その 2月3日以降が、まあなんかこう、新しい年の始まりなんだよ、みたいな感じで言われるとですね、もう一回チャンスあるみたいな、ワンチャンあるぞ、みたいな。ワンチャンあるぞはちょっと違うかな。うん、なんかこの、なんだろう、この、なんかその体調を整えてから2020年に挑めるとかね、あの新年に挑めるっていう気持ちがして、私はその2月の3日ぐらいまでが、まあ、まだ1年で、その新年はこっからみたいな、その諸説ある中での一説がね、非常に好き絵なんですけどもね。まあということで、明けましておめでとうございますですよ、ということになるとですよ、この2月 になると。でまあ2月はね、何が何って一番寒くないですか。1年の中で2月はね、私一番こう生きてきた統計ですよ、私が生きてきた統計で2月一番寒くねって思ってるんですよね。もうこれは本当に、まあ、今年暖冬、今年、まあ、去年か暖冬だったとはいえ、やっぱ寒くなってきてるじゃないですか。まあ2月を超えたらなんとかって思うんですけどね。言っても3月も寒かったりしますよね。はい、まあ今日はね、まあどんな話をしようかなって思ってるですけども、私よく移動で新幹線とか電車使うんですけども、まあ、新幹線であったり、なんだろう、まあ、移動交通手段で電車ですよね、で使うんですけども、まあまあここは新幹線に絞っていきましょう。で新幹線って割と乗っとかないといけないっていう。で、まあ、なんだろう。東京から大阪まで、で、だいたい2時間半ぐらいなんですけれども、その2時間半をどう使うかっていう話なんですよね。で、もうくったくたにヘッドヘッドに疲れてたら、これ2時間半っていうのは、全然寝れるんですよ。でも、あんまり疲れすぎてたら逆になんかギンギンになって寝れないっていうね、なんかもう 目がギンギンになってるっていうね、もうでなんか逆になんかもうアドレナリン出て、ね、寝れないみたいな感じになっちゃってたりもしますよね。でまあ普通の状態であれば、まあ、眠けりゃ寝れるし、眠くなきゃ寝れないっていう、
まあ皆さんそうですよね。で、まあ私の場合、多分皆さんよりも、移動してる回数が多いと思うんですよ。もちろん、皆さん、移動が多いご職業の方もいらっしゃると思うんですけども、結構その、1週間に1回とか行ったりする時もあるんですね。まあ、で、1週間に1回、まあ飛行機の時もあるし、新幹線の時もあるんですけど、もう、あんまり新幹線に乗らないやっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですよ。ということで、新幹線の中での私の過ごし方っていうのをね、お話しさせていただきたいと思います。まず新幹線、何が困るかですね。まず何が嫌かというとですね、新幹線のチケットを取らないといけないじゃないですか。で、最近新幹線のチケットってもうネットで取れるんですよ。で、ネットで取って、自分でここの席にしようって空いてる場合はですよ。で、じゃあここの席にしようみたいなんで、ポチッと押して、で、決済して変えたりするんですよ。で、それがない場合は、まあ、その、緑の窓口とかに行って、そこの、緑の窓口の方に、何時何時の電車くださいって言ったら、まあ、その人が勝手に選ぶじゃないですか。選んで切符くれるじゃないですか。で、隣の人が、なんかこう、なんだろう、こう、すごい騒がしい人だった場合とか、もうすごい眠いのに、すごい騒がしい人だった場合とか、まあ、私の場合は、これはもう本当に個人の自由なんですよ。個人の自由なんで、私にそれを止める権利はないですし、ただの私のたわごとと思って聞いてくださって、もう全然聞いてくださいということなんですけども、私お酒飲めないんですよね。で、お酒飲めないんで、その結構強めのお酒を何本も飲まれたら、その空気でさえ、ちょっと私こう、なんかこう、ふーっと寄ってくるんですよ。で、あと、スルメイカの匂いがものすごく苦手なんですよね。これは、昔に私はスルメイカと初めて出会った時、確かあれは小学3年生だったと思うんですけどね。小学3年生の正月、うちの母がですね、スルメイカの姿、なんか姿、あれ何姿干しっていうの、スルメイカのこう、干したやつあるじゃないですか。ね、おつまみみたいな。あれをなんか炙ってきたんですよね。何これと思ったわけですよ。なんじゃこりゃと思ったんですけども、それをマヨネーズと醤油でつけて食べたら美味しいって言って、バリバリ食べ始めたんですよ。で、絶対こんな、そんなわけないって思ったんですけど、まあ、美味しかったんですよ、すごく。小学3年生の私にとって、それは。でも、マヨネーズ、好きじゃないですか、子供。そんなことないのかな。私がもうとにかくマヨネーズがすごく好きだったんですよね。まあ、それもあり、もうどんどん進むで、もう、イカ何枚食べたか分かんないぐらい食べたんですよ。そしたらもうなんかイカがお腹の中で膨張して、こりゃいかんっていうことなんですけども、もう本当に苦しくて、もうなんかもう、うーってなったんですよ。お正月にね。で、もう、病院もやってないし、もう、しかも食べ過ぎでしょ？原因が。しかもイカ。もうそんな恥ずかしくて、もう病院にも行けないってなって、依頼の話なんですかね。おつまみのイカをね、こう、
本当に真横とかでもうめちゃくちゃたくさん食べられたら、おーってなるんですよ。こう胸焼けしてくるんですよね。胸焼けしてくるんですけど、その胸焼けしてくる上にお酒をすごい飲んでたりされると、もう本当に私の中ではこう2時間半がこうもうかなりこうもうなんだろう、もう地獄列車になってしまうわけなんですよ。なんですけど、それ食べないでくださいとかももちろん言えないですし、でそれがね、緑の窓口で買った場合、その買った店員さんにこうクソーって思えるじゃないですか。あのこの自分のこのストレスの発散方法として、クソー、こんな席をなんでこの席なの、クソーって思うじゃないですか。でも自分で今買えるって冒頭お話しさせていただいたんですけど、自分でじゃあこの席にしようと思ってピッて選んで買った場合、もう自己責任じゃないですか。もう横の人がもう威嚇おうが酒飲もうが樽で酒を飲もうが、もうイカももうね姿でそのままがっつり行こうが、もう私にはもうあれですよ、自分が選んだんだからっていう、もうなんかこうそういう気持ちしか残らないでしょ、なんでも、まあ、そうなんですけど、ちょっと今日話したかったのこういう話じゃないんですけど、まあ、あの新幹線に乗って結局何が言いたかったかというと、私ぐらい の、 あの新幹線利用者になると、もうあまりにも暇すぎて、隣で同じような感じで暇してるっぽい感じの人がいたらすごく話しかけちゃうっていう話なんですけどね。すごく話しかけちゃうっていう話なんですけど、でそのこの間新幹線に乗った時に、お姉さんが乗ってこられて隣に、でもすごいはっはっはっていう感じで、もうギリギリ乗れたわみたいな感じで乗ってこられて、ですごい大荷物だったんですね。でどうかされた、お話をしてて、なんかご旅行ですかみたいな話をしてたら、ライブに行ってきましたっておっしゃってて、でその前に乗ってた方もライブに行ってきましたって言ってらっしゃって、まあ、その人はジャニーズジュニアだったんですけども、で次の方がね乗ってこられた時に、まあ、その時名古屋だったんですけども、名古屋から乗ってこられた時に、あそうなんですかって、まあ、ジャニーズかなって思ったら、どなたの、失礼です、もしよかったら教えてもらって言いたいんですけども、どなたのですかみたいに聞いたら、あ坂本真綾さんですって言われたんですよ。わかります、皆さん、ここで私の気持ちがググッときたの、わかります、坂本真綾声優さんですよね。私の大好きな声優さんなんですけれども、その方歌も歌ってらっしゃるんですよね。それに行ってきたのかと思うと、なんかこう、私は行けてないけれども、行ったような気持ちになれるっていうんですか、その人に、隣の方にね、こんなんでした、こんなんでした、みたいなの教えていただいたら、まあ自分も行ったような気持ちになれるっていうので、非常に良かったなって。良かったなというか、非常にいいなと思ったんですよね。なんかでもそう考えると、こう人の人生っていうのは非常にね、いろいろだなと思いますよね。私はまあ仕事で東京にこれから行くわけなんですけれども、前に乗ってた方はジャニーズのコンサートを見に行って、で次に乗ってこられた方はその坂本真綾さんに見に行ってっていうことなんで、いろいろだなと思います。それでは皆さん、また来週まで、お風邪などひかないように注意してください。菊池夏でした。また来週まで、さよなら。